あの愚か者どもはアブラメリンフィールドを停止させようとしている。あれがなければロレンゾが外に出てしまう。乗り込んで奴らを止めなくては。やあジャック、前に私を訪ねてくれた時からだいぶ長い時間が経ったな。父さん、私がこれを終わらせる。私の力は強力になっている。ジャック、異物はまだまだ多くのことを教えてくれる。私が自由になったらお前にも喜んで教えよう。異物を取り除くまではあなたを自由にすることはできない。見てみよう。なんてこった。奴ら全てのセキュリティドアをロックした。君が廊下を進んでいく間に私はここでドアを一つずつ開けなくてはならない。早くしろ、今だ。その通りだ。ドアを開けるにはコンテインメントフィールドを停止させる必要がある。そう、早くしろ。メインドアを開け、もう少しだ。アブラメリン、わかるだろう。彼が私にしたことを見ろ。それに心配だ。ゼータ放射能は君には害を及ぼさない。許してください。どうぞ。これを避けるためにできる限りのことをした。異物を取り除く方法を私はもう少し見つけられたと信じて。嘘つき、君、お前はもし自分の思い通りにできたならここで私を永遠に餌にしただろう。虫けらめ、私を打ち滅ぼす力が自分にあると本当に思っているのか。他に選択肢はなかっただろう。もし自由になっていたら彼は何をした？ああ、我々と家族を殺しただろうな。そしてそれだけでは済まなかったはずだ。彼が自由だった頃に犯した罪、彼が死刑囚官房よりもここで終わったのは私の家族の影響があったからこそだ。今の世界はモンスターのために作られた世界だ。何も彼を止められなかっただろう。いや、もう分かっている。我々は本当に焦るしかなかったのだ。これからどうする？父を埋葬してこの場所を閉鎖する。もう戻ってくるつもりはない。君が去る前に言っておく。君の助けなしではやり遂げられなかった。これは十分な報酬だと思う。今後は君の手助けは必要ないと思うからな。もうお払い箱か？ああ、パーソンズの運営がなくなったし、こんなにたくさんのスタッフはもういらないだろう。いいね、ありがとう。もう一つ、私は異物について本当にたくさんの調査をした。それを使って何かできるかもしれない。1週間くらいしたらカボット邸で会おう。私の調査は全てが無駄だったわけではないかもしれない。ああ、戻ったか。いい知らせだ。異物の念力作用にアクセスする方法が分かった。この古いレーザーライフルに接続した。直接神経入力しないとコントロールはできない。良くも悪くも父が死んだ時にその全ては破壊された。だが
お前はまだ強力な低方向の力を持っている。これを見てくれ。どうやって動く？パワーには標準エナジーセルを使っている。異物の内部電源は破壊された。その他は狙って撃つだけだ。殺傷能力はないが何かの役に立つかもしれない。私に関してはわからない。とうとう南西部を旅行するかもしれない。父はいつもモハーベ砂漠のどこかに別のエイリアン都市が埋まっていると確信していた。そこにいるのは誰だ？頭がおかしくなったのか？なぜロレンゾを解放した？もうロレンゾはここにいるのか？いや、まさか。もしくは我々全員がすでに死んでいるから。質問に答えろ。なぜ彼を解放した？あんたは自分たちが生き続けるために彼を捕まえておいただけだ。それは嘘だ。私は彼の治療法を数世紀にわたって探してきた。だが彼は治療を拒む。彼は自分の変化を喜んでいる。我慢しろ、ジャック。彼にも一理ある。お前のロレンゾを治療するという話はどうも納得がいかない。何をしてる、エドワード。彼の話を聞きたいだけだ。彼はロレンゾと話したことがある。俺は一度もないが。お前はジャックがロレンゾについてこれまでずっと嘘をついていたと思っているのか？ああ、ロレンゾは狂っているように見えなかった。もちろんかなりイラついてたが。なんてことだ。説明すべきことがあるんじゃないのか、ジャック。まさか私を疑ってるのか、エドワード。あんなにいろいろしてやったのに。実際ここに人は住めないよな。みんなここか。いいね。どうやって中に入った？なぜそう驚く？なんだかんだ言ってもここは私の家だ。よく手入れしてあるじゃないか。ロレンゾ、ついに逃げ出せたのね。ジャックは話を聞いてくれないの。黙れ。私は決して。お前たちは全員私を裏切った。私を監禁し、自分たちの哀れで無価値な命を伸ばすために吸血鬼のように私を貪った。それももう終わりだ。や、こんな風に終わるとは全く何ということだ。これからどうするんだ？わからん。もうずっとその答えを考えてる。唯一確かなのはここからは出ていくということだ。ずっと前からロレンゾの状況に疑念を感じていた。気づいていないかもしれないが、俺は最終戦争の前からカボット家のために働いてきたんだ。もちろんロレンゾに会ったことは一度もない。俺が来た時にはもうパーソンズに監禁されていたからな。だからどんなことでもジャックの言うことをずっと信じるしかなかった。そしてこれは嘘じゃない。ここは居心地が良かったし、波風を立てたくなかった。それが正しい決断だったのかどうかはわからない。だがもう終わったことだ。じゃあ幸運を祈るよ。あんたのために働けて楽しかった。お前もな。こんな混乱に巻き込んでしまって悪かった。さて、これ以上ここでうろうろしていても意味がない。カボット家とは終わったんだ。さて、終わった。手伝ってくれてありがとう。これからどうするんだ？そうだな、監禁されてる間に世の中は変わったようだ。いろいろと学ばねばならん。この新しい世界は我々のような才能と傾向を持つ人々にとっては無限の可能性があるようだ。一体どういう意味だ？世界は破壊されたんだ。君は間違ったものの見方をしている、我が友よ。古い世界の豪華さは無限のルールと制限のもとに成り立っていた。真の想像力が反映する余地はなかった。しかしながら今は私の行く道を阻むものはない。君の道も。だがまずはやりかけの仕事の最後の一遍だ。君に私の血を分け与える約束をした。そして私はいつも約束を守る。君への報酬だ。
必要に応じて君の生涯にわたって提供しよう。だが忘れるな、これは私から君への贈り物だ。必要な時に新しい小瓶を渡すが、使っていいのは君だけだ。売ったり投げたりしてはいけない。仕事の後は楽しもう。自由に飲み物を飲んでくれ。他のことはともかく、ジャックはかなり成功していたようだな。そこにいるのは誰だ？頭がおかしくなったのか？なぜロレンゾを解放した？あんたと彼のどちらが真実を話していたのかわからなかった。そして今彼は我々全員を殺しにやってくる。満足か？俺のせいだ。俺がこの愚か者を雇って、そしてこいつはお前を裏切った。なぜ今すぐお前を殺すべきではないのか、納得できる理由を一つ教えてくれ。もしあんたを殺したかったなら、あんたはとっくに死んでる。お前がなぜ彼を気に入ってるのか分かった、エドワード。彼は本当に話がうまい。なんてこと。ああ、みんなここか。いいね。実際ここに人は住めないよな。なぜそう驚く？なんだかんだ言ってもここは私の家だ。よく手入れしてあるじゃないか。ロレンゾ、ついに逃げ出せたのね。ジャックは話を聞いてくれないの。黙れ。私は決して。お前たちは全員私を裏切った。私を監禁し、自分たちの哀れで無価値な命を伸ばすために、吸血鬼のように私を貪った。それももう終わりだ。時間が…見たか、ロレンゾが自由になったらどうなるか話しただろう。彼がそんなに危険だなんて、あの時に分かるはずないだろう。私の言うことを聞けばよかっただろう。私の指示に従うことがどれだけ重要か、はっきり伝えたはずだ。だが、事態はもっと悪くなっていたかもしれない。はるかに悪く、少なくとも誰も死ななかった。本当に小さな奇跡だ。悔やまれるのはただ一つ。父の治療法を発見できていたら、こうなってしまう前に、もう少し時間があれば異物を取り除く方法が見つかったと思うんだ。だが今となっては仕方ないことだ。どうやらもう仕事はないようだな。そうだ、パーソンズの維持は必要なくなったし、そんなに大勢のスタッフもいらなくなる。出発前に言っておく。最後に正しい選択をしたな。手助けをしに来てくれたことには感謝している。これは正当な報酬だと思う。今後は君に働いてもらう必要はないだろう。あんたとあんたの家族全員を救ったんだ。もっともらえてもいいと思う。そうだ、君の言う通りだ。今少し混乱していてね。考えさせてくれ。ところで、私はもう少しで異物のことを理解できた。今や直接研究できることだし、何か有益なことができるかもしれない。1週間くらいしたら戻ってこい。私の調査は全てが無駄だったわけではないかもしれない。ああ、戻ったか。いい知らせだ。異物の念力作用にアクセスする方法が分かった。この古いレーザーライフルに接続した。直接神経入力しないとコントロールはできない。良くも悪くも、父が死んだ時にその全ては破壊された。だが、お前はまだ強力な低方向の力を持っている。これを見てくれ。どうやって動く？パワーには標準エナジーセルを使っている。異物の内部電源は破壊された。その他は狙って撃つだけだ。殺傷能力はないが、何かの役に立つかもしれない。私に関してはわからない。とうとう南西部を旅行するかもしれない。父はいつもモハーベ砂漠のどこかに別のエイリアン都市が埋まっていると確信していた。したい？ いつでもオープンしてますよ。
中。Oh!